宇宙要塞アルテミスからの追撃を振り切ったカナードは、撃破したハイペリオン2号機を予備パーツとして利用し、自身のハイペリオンの修復を急がせました。その目的は、完全体キラヤマトの排除と、敗北を喫した宿敵、プレアとの決着をつけるためです。しかし、雪辱を果たすべく再戦を望むカナードに対して、プレアはその申し出を頑なに拒み続けます。カナードから満ちる世界への憎しみ、溢れ出す運命への怒りをその身に感じながら。戦え。敵を殺せばお前の苦しみは終わる。僕は戦うために生まれたんじゃない。僕は人を殺さない。戦え。敵を殺せばお前の苦しみは終わる。戦え。戦え。僕は随分な夢だったみたいじゃないか。体はどうだ。僕のことを心配してくれるのですか。ああ、もちろんさ。お前にここで死なれてしまっては俺はお前に負けたままになってしまうからな。僕は戦いません。まあいい、好きにしろ。だが、俺をこのまま残して死ぬようなことは絶対に許さないからな。カナードさん。己の宿命を果たすため、孤高の勝者を目指すカナード。そして、己の宿命に抗い、人の思いを信じるプレア。命をもてあそぶ、人の業に導かれた二人の運命は、互いの存在を証明するかのように、最後の局面へと向かっていったのです。X アストレイ。
無限パワーを手に入れたスーパーハイペリオンは無敵だ。雑魚が俺の狩るハイペリオンを舐めるな。なーに、完全な兵器などないさ。巨剣の牙を受けてみな。ここで時間を割くつもりはない。速攻で叩く。
いいぞ、戦え、プレイヤー。俺は戦い、勝利することだけで、その存在が許される。あなたには、戦いも勝利も必要ありません。あなたは人々の理想、高い希望を持つもの、スーパーコーディネーターでしょ。違う、その失敗作だ。
こんな力を戦う以外に何に活かせる。お前ごときに言われる筋合いはない。生まれながらに特殊な力を持っているお前にな。僕こそ、僕はクローンなんです。ドラグーンを、これが使えるのは僕のオリジナルの人物の力です。その力を欲した軍が作ったクローンだけど、僕は兵器として生きるのは嫌だ。面白い。ならば俺たちは同じものだ。戦うために生まれた存在、お前のその力と俺のスーパーコーディネーターとしての資質、全てをかけて戦おう。俺たちは戦うことしかできないんだ。違います。それは絶対に違う。カナードさん、僕もあなたも戦うために生まれたのではありません。誰もが何かを決められて生まれたりはしない。あなたの能力をどう使うかはあなたが決めることです。生まれ持った宿命を消し去ることなどできない。お前なら理解できると思ったが、所詮は平和にならされたただのガキか。戦う宿命に苦しめられたのはあなただけじゃない。でもあなたが否定する平和な暮らしが、みんなの思いが今の僕を支えてくれているんです。人の思いだと？そんなもの。あなたは気づいていない。あなたも人々の思いの中で生きていることを。だから僕もあなたのために思う。なんだこのフォーメーションは。これが僕の思い、あなたを包む。
こんなもの。僕はあなたの殻を無理に開けようとは思いません。ただあなたの全てを包み込む。温かく、そして強い。これが思いの力。俺はこんなものは受け入れんぞ。このハイペリオンで吹き飛ばしてやる。フォルファントリー最大出力。ダメだ、それ以上は。
ゼロ、トールギスの魂と共に俺を導いてみろ。ガンダムタイプとの戦闘には慣れている。目標死人、ターゲットをガンダムタイプと断定。ゼロ、奴の動きを追え。そこだ。何？分かっている、ゼロ。連中がいるとは。人々が望むなら俺たちはこの力を捨てられる。それがお前たちとの違いだ。
ふざけ散るがいい。消えてなくなれ。この助けてくれ。潰しても潰しても湧いてくる。まさにゴミ虫そのものだな。激闘の末、自らの攻撃によって傷つき、核エンジンを暴走させたスーパーハイペリオン。その機影は、古くに廃棄されたコロニー内へと落下。自暴自棄となったカナードを、プレアは X アストレイにて救出したのです。すぐに私も、爆発の光に包まれる彼らの後を追いましたが。よかった。プレア！おい！しっかりしろ！時間が来たようです。こうなるのは分かっていました。僕に施されたクローニングは不完全なんです。あなたは無事でよかった。なぜ俺を助けた？敗北し、成功体になれないのなら、俺に生きる価値などない！僕は一人じゃない。そして、あなたも一人じゃない。人と人は思いの力で、つながっているんです。こんな俺でもか！もちろん、最後にあなたが、いてくれた。よかった。
ブレア…は？なぜだ？なぜ、ブレアは死んだ？え？誰かのコピーだからか？クローンは死んでいい人間なのか？生きる価値がないというのか？この俺はどうだ？失敗作である俺は、生き残っている。他人を殺してでも生き残る。それが俺の望んだ勝利だったはず。だが、これが本当に俺が望んだ勝利なのか？俺は、これからどう生きてゆけばいい？こうして、二人の戦いに決着がつきました。自らの運命に立ち向かい、その命を輝かせた少年。彼の魂が描く最後の一筋を、私は見届けることになったのです。しかし、これで私の任務は終わりではありません。私には、サーペントテールとして最後になすべきことがありました。カイ、任務の最後の報告を。ああ、頼む。ドラグーンを装備したドレッドノートはラグランジュ4中域でハイペリオンと交戦。ハイペリオンのバリアに対してドラグーンで包囲し、ハイペリオンは自滅、爆発しました。ハイペリオンのパイロットカナード・パルスは負傷するも生存。ドレッドノートのパイロットブレア、ブレア・レベリーは、ブレアは、ブレアは、ブレアは死亡。ニュートロン・ジャマー・キャンセラーは地上に。了解した。ミッションコンプリートだ。彼の戦いを、彼の死の瞬間までを伝えること、それが私に課せられた本任務最後の使命。カザハナ・アジャーによるデブリーフィングだったのです。数ヶ月後、プレアの思いを受け継いだカナードは無事ニュートロン・ジャマー・キャンセラーを地上へ届けたそうです。その道中にはカナードが追い続けた彼の姿もあったそうですが。キラ・ヤマト。カナードさん、あなたはあなただ。もしキラという人を殺したとしても、あなたが別の誰かになれるわけではない。そう、俺は俺だ、プレア。お前の言う通り、俺は俺の道を探そう。